ハロー YouTube ニハオヨークマンリンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけたピッカピカのバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースを、お届けしようと思います。ですね、まずは1本目なんですけども、中国の中央、財政委員会、パンゴンシェだから事務所の常務、副、主任の、ハンウェンヒューっていう、要はね、役人の人がね、経済関係 の役人のお偉いさんがね、言ったセリフなんですけども、これがちゃんとね、国内でね、経済ニュースとして、出てるんですけども、中国の、貿易に頼っていた、GDP のね、に対する比率がね、60% だったのが、30% ちょっとにまで下がったと、そういう話なんですけどもね、僕ね、これ聞いてね、ちょっとね、意味が分からなかったんですよね。今までその GDP に対して、60% もその貿易、輸出、輸入、輸出があったんだみたいな、それが本当みたいなちょっと感じで、それでですね、それが 30% にまで下がったと。じゃあこの、30% 下がった分っていうのは一体何が埋めたんだろうっていう、かなり疑問な感じに、なるんですよね。はい、ということでね、最近ね、多分ね、もう皆さんもね、結構聞いてると思うんですけども、中国人のね、技術者がですね、ベトナムに、出稼ぎに行っていると、そういった状況にね、なっていってて、その中国政府がですね、ベトナムとの国境線に、なんか壁を作っているという、そういった話がね、一応出回ってますね。僕これきちんと確認してないんですけどね、それでですね、あり得る話だなっていう感じなんですよね。日本企業とかそういったテック系の企業とかがね、どんどんね、ベトナムに、移って行っているんですよね。そこでですね、多分ね、ベトナムね、自分でその技術者を、すぐには育てられないと思うのですよ。でというわけでね、どこで技術者を探した方がいいかっていうと、一番近いのはね、普通に考えたらね、今までやっていた中国だと思うんですよね。それでね、中国からその、海外企業がね、技術者呼び寄せて、そこでやらせると。でね、やっぱりね、中国語っていうのは巨大言語でね、最新の技術とかね、学びやすいんですよね。本当にその最新の技術をね、自分で開発する能力っていうのはちょっと今のところ見受けられないんですけどもね、そんなわけでね、ベトナムに移ってると。でね、もともとね、ローエンドな産業っていうのは、結構ね、ベトナムにね、移っていってたんですよね。多分ね、2000年ぐらいでナイキあるじゃないですか。中国がね、多分、世界のね、ナイキ製品の半分ぐらい生産していたと思うんですけども、それがだんだんね、ベトナムに移っていっていて、だいたい2016年ぐらいにナイキの工場が全部でベトナムに移ったと思うんですよね。でね、ここでちょっと疑問なのはね、中国って6億人が大体宣言で暮らしてるし、10億人がね、大体2000元、月3万円で暮らしてるじゃねえかって、なんでその人たちにやらせないのっていう、疑問が湧いてくるわけなんですけども、結局なんていうの、それってなんか内陸の結構ね、貧乏な人たちが多いんですよね。でね、内陸でね、生産するとですね、面倒くさいのが、その海辺にまで輸送してくるのがね、面倒くさいんですよね。これね、別に他の国とか、でもそうですよ、そのアメリカでもドイツでも、その他国でね、結局その、海から200キロぐらいまでの範囲の、産業がね、ものすごく発展していて、多分世界の人口のね、半分ぐらいがね、そこら辺に、集中してるんですよね。で、だから沿岸部に来るほど基本的に1人当たりの GDP 給料とか高くすぎて、5000元とか6000元とかになってくると、それに対してね、このベトナムね、大体多分ね、平均がね、2万7000円とか言ってるんで、多分本当の
中央値とかそういうの見ると本当にね、あの月収2万円とかの、世界でね、まあ人口がね多分1億人近く9000何百万人とかいたと思うんで、しかもね海岸線長いんで、ローエンドなものをガンガン作っていくという状況だと、ベトナムってね結構有利なんじゃないかなって考えられてるんじゃないかな。ただね、ベトナム語自体がこの大言語ではないので、要は人口多いし、多分おそらくほら、でもこれ本当に日本語とか中国語とか英語とか、ドイツ語とかフランス語とかスペイン語に比べてですよ、そういう大言語ではないので、最新の技術を自国語に訳してその学んでいくっていうのが、やりにくいと思うんですよ。で、ローエンドはね、そのどんどんベトナムに移っていくんですけども、そのミドルエンドね、もうちょっと技術性の高いものを、作るときにやっぱり中国人の技術者が欲しくなってくるんじゃないかなって思うんですよね、その熟練工としてね。でね、それでね、中国政府ね、なんか壁を作ってるっていう噂があるんですけども、結構長いよ多分これね。多分ね、お金稼ごうと思ったらね、いろんな手段を考えると思うんですけども、結構そのベトナムと中国のね、この国境線って、長いし、ラオスからもね結構ね行けちゃうし、ちょっと無理したらちょっとミャンマー経由で行っちゃえやとか、なんかそういうことも多分、考えるやつは考えるんで、でそれでね、もう入り込んだらね、多分本当に正式な、いい会社の社員としてはちょっと働けないかもしれないんだけど、その下のほら、会社あるじゃないですか、部品工場とかね、そういったところでね、すごく歓迎される感じなんじゃないかなって思います。あとね、やっぱね、ベトナムね、中国と違うのはね、やっぱ政府の力がね、その先進国のその一国に対して弱いっていうのがあって、比較的ね、言うこと聞きやすいんじゃないかなっていうのはあるんですけどもね。現状ね、中国ね、ほら、要はね、中国からまた外に、行ってるわけじゃないですか。これをね、中国のね、内陸地のその、貧困層に、低収入層にやらせようとはならないで、陸地移動してくるのが面倒くさいからね、重慶ぐらいかな、重慶のその辺りとかだったらまだ長江を下っていけるんですけども、それでもね、運送費ちょっと、かかっちゃうんで、それでも海辺にちょっとよりは不利なんじゃないかなみたいな、感じになってくるんですよね。でそれでその なんですか、この産業チェーンがね、海外に逃げていくときに、中国っていうのはね、残念なことに未だに、独自のハイエンド技術を持ってないんですよ。しかもそのなんていうの、中国語だとシャンヨって言うんですけども、一番産業の一番なんか上の方、その一番初めの方、なんかもう原材料とか、だから、日本だとなんか復活水素ガスとか、なんかそんな感じでほらなくちゃ困るんで、もうチップセット作る前になくちゃ困るような材料とかあるじゃないですか。その前にデザインするとか、そういったその、チップセットの製造機とかね、一番最初のそこのとこ、もうコアになる、ハイエンドな、唯一無二、中国でしか作れないそのハイエンドなものっていうのは、できていません。だからこれがちょっと中国ね、これからね厳しい感じになっていくんじゃないかなって思われます。はい、今日のねこの動画がねいいなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。